みんな、いいか。参加するからには優勝あるのみ。蛇女の誇りにかけて、他の学校に負けることは許されないぞ。ねえねえ、イムちゃんは優勝したら何をもらうの？え？それは秘密だ。何よ、秘密なんて言われると気になるじゃない。教えなさいよ、今すぐに。やだね、誰が教えるもんか。教えないなら当てるまでよ。イムの欲しいもの、欲しいもの、わかった。おでこ隠しね。なんだよそれ。別に僕はおでこを隠したくはない。隠してよ、眩しいのよそのおでこ。エロさでギラギラ輝いて。僕のおでこは輝いてない。ふん。あ、みやびの水着が破れてる。なに？ほら光ってる。エロいこと考えてるからよ。あー、これは違う、違うんだ。そろそろ予選の2回戦が始まるぞ。頼むから集中してくれ。もちろんだよみやび。試合中にみやびの水着が本当に破れても大丈夫。みやびのポロリは僕が守る。なんかだんだんバカバカしくなってきたわ。さ、会場に行きましょう。なあ、そうだな。それじゃ、ベベタンはここで待っていてね。水に濡れちゃうから。おう、気をつけて行ってきな。みんなの足を引っ張るんじゃねえぞ。うん、大丈夫。さ、みんなの後を追いかけないと。ヘイ、そこのデカ盛りガール。あ、私のことですか？イエース、デカ盛り大盛りおっぱい盛り盛り、みんな揃ってカチンコチン。何の用でしょうか？私、急いでいるんですけど。ユーの仲間のデコフラッシュガールがこんなメモを落としていったんだ。渡しておいてくれ。メモ？確かに渡したからな。それじゃあとは頼むぞ、デカ盛りガール。このメモ、何が書いてあるんだろう。
ちゃん、あの紫、いいところにいた。両備を知らないか？見てないけど。あいつあちこちで僕のことをデコフラッシュガールって言いふらしてるみたいなんだ。絶対に許せない。僕のおでこはエロいことなんかでは輝かないっていうのに。言っちゃった。このメモ渡そうと思ったのに。これ何が書いてあるんだろう。ただのメモだし、ちょっとだけなら見てもいいよね。マイドンブリ、無難すぎか。かわいいぬいぐるみ、恥ずかしがりそう。フリフリのついた洋服、何が何でも着せたい。みやびは一体何が欲しいのかな。これお姉ちゃんがみやびさんの欲しいものを考えてメモしたんだ。みやびさんいいな。お姉ちゃんにたくさん思ってもらえてて、私とみやびさんならお姉ちゃんはどっちが大事なのかな。